てめえジョルノ・ジョバーナだな。カバンの話コイチから聞いてるぜ。カバン？ああ、あの時の彼の友人ということですね。それにしてもすげえスタンドだな。親父のことも直せたりすんのかな。コイチくん、彼がとても慕われているということは分かりましたよ。きちんと謝るべきかな。ギターはあなた、私のコイチくんのカバンを盗んだそうね。え、警告？何のことを言ってるんだい。ずいぶん強烈な彼女がいたんだな、コイチくん。コイチくんをひどい目に遭わせたあんたが悪いのよ、このマヌケ。僕のパスポート返せ。僕の荷物はどこだ。あ、君はなぜここがわかったんだ。君の荷物、本当心が痛むけどもうないんだ。売っ払っちゃってさ、気の毒だけど。なんか爽やかなやつだったな。ゴールドエクスペリエンスの能力、鋭い痛みをゆっくり味わえ。鋭い痛みをゆっくり味わえ。